かざみら祭りかか、はい、どうもこんにちは、秋の神様かざみら祭りでございます。はい、ということでですね、ずっと気になってたこのペーパーマリオというゲームをですね、今日はちょっとね、遊んでいきたいと思います。ということで早速やっていきます。お、データ、そうだね、まだね、何もやってないからこれで進めていきましょう。もう始まった、早速。特に名前とかつけないで始まりましたね。さて今日はスターストーンと魔法の地図のお話をしましょう。もうちょっとゲームの音を大きくする。よいしょ。あるところにとても大きな町がありました。みんなは幸せに暮らし、町は大変栄えたといいます。しかしある時のことです。恐ろしい災いが町に降りかかりました。音量が空は闇に包まれました。まるで世界の終わりが来たようでした。大変だ。そして町はそのまま一夜のうちに地の底に沈んでしまったのです。いきなり重い話が重い。それから長い長い月日が経って全てがおとぎ話となった頃、跡形もなくなったその場所に人が集まり、新しい町が作られました。やってきた人々は言いました。地下には昔の町のお宝が今もそのまま残っていると。宝を探しに行くゲームなんですか、これは。そう、これが港町ゴロツキタウンに伝わる財宝伝説です。このゴロツキタウンから伝説の宝と魔法の地図をめぐる冒険の物語が始まります。このペーパーマリオってシリーズなんですよね。私一回も遊んだことがなくてちょっと楽しみですね。やっと木の字から解放されたわ。ペーパーだ。ちょっとせっかく旅行に来たのに、いつも木の爺と一緒では息が詰まってしまうもの。たまには一人でゆっくりといろいろなところを見てみたいわ。ピーチ姫ですね、これは。このキャラクターはね、さすがに知ってますよ。すごい、なんかめっちゃ平面。お嬢さん、お嬢さん、何か買っていってくれんかね。ほら、この箱なんてどうだい。綺麗な箱ね。何が入っているのかしら。実はこの中には宝の在りかが記された地図が入っているんだけど、何でも清らかな心を持った人でなければ開けられないらしいのさ。ほら、私のようなものが触ってもびくともしない。じゃあ多分私も無理ですね、これこれ絶対開けられない。私記憶ないもん。もしお嬢さんがこの箱を開けられたなら中の地図を差し上げようじゃないかい。おお、ひひひひひ、さあ早く手に取ってみなされ。おお、じゃあ開けてみるわ。おお、清かった清かった清くてよかった何の行いが良かったんだろう。マリオのお家だ。私マリオのお家って初めて見たかも。お家あるんですね。このキャラクターも何か知ってる、見たことあるよ。郵便です。ないかもしんない。でもマリオのゲームでさ、空を飛んで攻撃してくるやついるよね。弟？お兄ちゃん？ルイージが来ました。かわいい。はぁ、めちゃめちゃ可愛いじゃないか。お部屋の中。兄さん、ピーチ姫から手紙が来たよ。読んでみるね。
でもハートマークついてるからラブレターだと思うけど、それって読んで平気なの？の、うん、こんにちはマリオ。私は今キノコ王国を巡る旅に出ています。その旅の途中でなんと不思議な宝の地図を手に入れました。ゴロツキタウンという町で物売りのおばあさんからもらった箱に入っていたのです。でも私一人だけで宝物を見つけ出すのはちょっと大変そう。だからマリオにも宝探しを手伝ってもらいたいのです。いいわよね。宝の地図は手紙と一緒に入れておきました。それを持って町まで来てください。呼び出しですね。これはもう向かわなくてはピーチ姫がね呼んでるんだから絶対行かないとね。古ぼけた地図が入っているようだって。おお、うん、デーモンの調整が難しいな。いいのかな、このぐらいで。大きすぎたりちっちゃすぎるかもしれないけどごめんよ。私もこのバーを見ながらちょいちょい調整しますね。プロローグ、ゴロツキタウンへようこそだって。あ、これってストーリー仕立てで進めていく感じなんですか。本当に初見で楽しもうと思って何にも調べないでやってます旦那、起きてください旦那。旦那が言ってたゴロツキタウンが見えてきやしたぜ。あれが目的地か。目的地というか始まりの地になるのかな。ほらもうすぐ到着ですぜ。船を降りる準備をしてください。かわいいね。なんかこの全部ちょっとこう折り紙みたいというかね。すいませんね旦那、到着がちょいと遅れちまって。でも本当にこんな街で降りなさるんで。この町、ゴロツキタウンのことはここまで来る途中で散々話したでやしょう。うん。え、お姫様が旦那を待ってなさる。そうですかい。まあ旦那がそこまで言うのならもう止めませんがね。まあくれぐれも用心してください。ではお達者で。かわいい。こう裏か表かみたいな感じでね、こう変わってくの。ほらくるっくるって、かわいい。あ、すごい。あ、もうこういうのができるんだ。今ね B ボタンを押してますね。 A でジャンプ、 B でこれ。あ、攻撃もできるんだ。あ、攻撃しちゃいけない。あ、ここはゴロツキタウンさ。こんなゴロツキばかりの町にやってくるなんて物好きなこった。そんなお前に俺からのアドバイスだ。そこのセーブブロックを叩いてしっかりセーブをしておきな。あ、これか。どうやって押すの？あ、ジャンプね。うわ、やばい、むずい。いけたいけた。うん、この S って書いてあるのがセーブね。 OK。 他のボタンは？あ、今ね R ボタンを押しました。 R ボタンでこのあれですね、何か見えるんだ。私邪魔かな。ちょっとみんなが見えるように若干下に行こうか。うん、これでいいかな。よいしょ。うん、まあこのぐらいで許してくれ。L は何もなし。
ZR も ZL も何もなしか。なるほどね。え、ピンク色のドレスを着たお姫様？いや、見かけてないね。なんだい、あんたの彼女かい？だって婚約者です。あ、何を、あんたたち。おお、ぎひ、すごい悪そうな奴らが来た。スターストーンのことを、だってちょいと詳しく話を聞かせてもらうぜ。クッパじゃないんだ、今回は。敵が敵だよね、これ。こういう姉ちゃんはちょいと痛い目に合わせないとダメかもしれねえな。もうアジトに連れて行かれてしまうの、あのキノコちゃん。ちょっとやめてよ。ひどい、助けに行かなきゃ。お、もう早速盾にされております。誰があんたたちなんかについていくもんですか。ふん、げへなんでお前、わしの邪魔をするのか。巻き込まれたね。ゲヘッと、痛い目に合わせてやるぜ。お、これはチュートリアルってこと？え、どうやって戦うの？B がね、トンカチだったよ。ステージが出てきました。このバトルは逃げられないぞ。バトルよ、とにかくあいつをやっつけなきゃいけないわ。まずは細かいことは気にしないで、ジャンプかハンマーでガンガン攻撃するといいわよ。ジャンプ？うん。敵を踏む瞬間に A を押せ。おお、いい感じ、その調子。 A、 敵を踏む瞬間に A を押せ。おお、え、むずい。え？A でしゃがんじゃうよ。ボタンが違うのかな。え、やばい、むずい。え、あれでもさっき A でジャンプしてたよね。あれ、やばい、チュートリアルが進まない。A でしょ。 A 押しております。 B なのかな。じゃあさっき B でジャンプしてたっけ。全然習得できてないよ。しゃがんじゃった。100ポイント貯まるごとにレベルアップできる、覚えておいてね。全然ですよ。グゲゲヘ、なかなかやるな。こうなったら集合何が来るんだ。やーやー、いっぱい来た。そっか、カレー。いやー、え、いやー、これどうしようもできない。あー、いやこっちこっちもうダメだこれ、ダメだ。さあ、このままこっそり逃げましょう。どうしようどうしよう、逃げよう逃げよう。ほら、A でほらジャンプして、さっきできなかったよ、ジャンプ。ゲヘ、ストーップいなくなった。あいつらはどこへ行った。みんな使えないな、なんかさあどうなるのでしょう。とりあえず逃げましたか。あなたのおかげでなんとか逃げられたわ、ありがとう。でもって、これはお礼。はっ、クリスチーヌ、クリフォルニア大学の3年生。恋しちゃう。で、あなたは？あなたがあの有名なマリオ？会えて嬉しいわ。あなたもこの町に来たばかり？なんかこれでも物騒なところに来ましたよ、随分。ゴロツキターンたりあんなっちゃう。変な奴らがあちこちうろうろしてるんだもの。こんなところ伝説の宝がなければ絶対来ないのに。うん、あなたも伝説の宝を探してるぜ。すって噛んじゃった噛んじゃった
ちょっとちょっと、一体どういうこと？うん。これ、この地図、一体どこで手に入れたの？ピーチ姫。おお、マリオ殿ではありませんか。お、また新たな登場人物が。この人はいい人そうですね。いやいや、こんなところで会うとは奇遇ですな。いやははは。はうん。ところでマリオ殿、一体どうしてこの町に。知り合いだっけこの人って。今まで出てきました。うん、ピーチ姫が行方不明なの？うん。ちょっと目を離した隙に姫はどこかへ消えてしもうたんです。じゃやっぱまた行方不明なんだ。まああの姫のことですから、いつものようにすぐに戻ってくると思っていたのですが、今回は一向に帰ってくる様子がないのです。しかしマリオ殿がいればもう安心。きっとすぐに見つかることでしょう。うん、いえいえ、分かっております。わしの出番などないことは。ピーチ姫のことは頼みましたぞ。頼まれた。わしはすぐ近くの宿屋で休んでおります。宿屋。うん、マリオ殿もハートポイントが減っているなら宿屋で満タンにされるがよろしかろう。それにしてもこの町は物騒で困りますな。いやはや、やっぱ治安が悪いんだ。めちゃ壁に落書きしてあったりするもんね。うん、さらわれるので有名なんだね、やっぱり。どこへ行ったというのかしら。もしかしたらマリオを待ちきれなくして先に宝を探しに行ってたりして。いやー、それはないと思うけどね。やっぱりまたさらわれたんじゃない？私と一緒に来なさいよ。うん、私の大学の先生がこの町で伝説の宝の研究をしているの。おー、なんかいい感じ。このダヴィンチコードが始まりそうな。じゃあ決まりね。よろしくマリオ。クリスチーヌが仲間になった。一緒に戦ってくれるんですか？クリスチーヌの能力の説明。人や物に近づいているとき、クリスチーヌの頭の上にこんなアイコンが表示される。 X。 んー、じゃあ戦ってはくれないんだ。うん、クリボーのクリノよ。いつもイカサマしただのやられただのブツブツ言ってるわ。いつも機嫌が悪いんだ。んー、また人や物が近くにいないときにバツを押すと今いる場所のことを説明してくれるぞ。ゴロツキタウンの広場よ。いろいろなお店が立ち並ぶゴロツキタウンの中心街ね。ナビゲーションシステムしてくれるんですね。マスターしました。多分ね。活躍するの？ジャンプして攻撃する頭突きや敵の特徴や HP を調べる物知りでマリオを助けてくれるぞ。助けてくれるんだ。本当？まあでも確かにさっきもなんか逃げようとか言い出してくれたしね。まずは先生を探しましょう。実は私もこの町に来たばかりで先生がどこに住んでいるのかまでは分かっていないの。フランクリ先生はこんな人よ。だって。この人を探すってこと？この町で見つかるかな。なんか心配。 ZL を押してみて。だって、ああ、ZL を押すとこうやってね、今から何をしたらいいか教えてくれるってことね。セーブするか一回。 OK。 どうかな。お、早速。おっと、ごめんよ。だって、何をあいつ。ぶつかったのに急いでどこかに行っちゃうなんて、もうなんて失礼なやつなの。追っかけてみます。うん、入ってみるか。はあ、こんな感じで入れるんだ。かわいい。あっちへ行けってんだ。だってめちゃくちゃ治安悪いじゃん。この人は
私の名はマルコ、望遠鏡、貿易商人で、貿易商人か、貿易商人でゴロツキタウンで一番のお金持ち。でもあんまりここでは何もなさそうだな。このパカって開くの可愛いですね。お、ここはお店だ。まだ何も買えなそうだから、ちょっとしばらくはね様子を見たいので。あ、ストップだって。来ちゃダメ。さっき誰かがぶつかってきた時にコンタクトレンズを落としちゃったんだよ。だってこっち側のエリアにはまだ行けないよっていうやつか。あ、動いちゃダメってことね。踏んだね、コンタクトレンズだって。やばい、めちゃくちゃ怒られてる。うん、めっちゃ怒ってる。西エリアに行く道を通らせないんだから。だってあ、通してくんないめっちゃ意地悪してくる。おー、ごめんよー。よいしょ。この人も違うね。すごい爆地。あ、誰かいる。げっ、こんなところまで追いかけてくるとは。あ、さっきぶつかった人か。会社いいんだろ、コインだって。おーおお、あ、スリだったってこと？この人ここにいたのか。やだな。とっても治安が悪いということは分かった。これなんかアイテムとかないのかな。あれ？なんかほら、これ入れるようになるんじゃない？今後こういう伏線、何か協力して入れるようになりそうな気がする。なるほど、そういうのがあるんですね。じゃあ、どうしよう。とりあえずでもこっちに行こうか。戻ってきましたね。博士を探したいけど、待ってね、またここでももう一回セーブしとこう。もう不安だからさ、すぐセーブしちゃう。でもどこにいるんだろう。あ、どこにいるよっていうのが見える。あー、でも今の上に行くしかないか。あ、コンタクトレンズを買ってくるまで通さないって言ってたから、コンタクトレンズ買えばいいんじゃない？今お金返してもらったし。どれ？これ？これじゃないの？これなんだ？違うな。コンタクトレンズありませんか？うん、欲しい。話してる。申し訳ありませんが、今お店には置いていません。しばらくしてからお店に来てください。だって、どのぐらい、どのぐらいなんだ、一体どのぐらいなんだ。またこの人にも話しかけるか。このマスターに話しかけてみよう。いらっしゃいませ。だって、ちなみに2階は宿屋です。疲れた時に。これじゃ登れる？あ、こうやって行けんのか。なるほど。あ、いるじゃん。すぐいた。嬉しい。一体姫はどこへ行かれたのやら。全く困ったものです。あ、違うじゃん、教授じゃないじゃん。さっき見たからちょっと既視感があったんだ。こっちに行ってみましょう。じゃあ
準備中だって。まだオープンしないみたい。あ、こうやってね。こうやってジャンプできるから、これの上にも登れそうだけど、登れないかな。登れないか。そろそろ入荷したかな。爆速入荷。まだ入荷されていませんだって。あれ、スリが増えているようですだって。ちょっとこの辺荒らすか。じゃあなんかアイテムがあればいいけどね。アイテムがあるわけじゃないのか別に。全然ダメじゃん。お、やばい、やっぱりまだ覚えてますよね、やっぱりやっぱりダメだった。こっちはみんなに話しかけていく感じ。もう一回こっちに行こう。じゃん、こっちにもあるじゃんお店が。なんか怪しい。社員を3つまでパワーアップしてくれるだって。どの仲間を。あ、なるほどね。ちょっとまだいいかな。もうちょっと様子見よう。ここ、あ、いたじゃん。あ、フランクリ先生。おお、誰だ、わしを呼ぶのは。いた、みっけ。確か君は待ちたまえ、待ちたまえ。その顔は見覚えがあるぞ。言わずとも名前を当ててみせるぞ。栗まんじゅうではなくって、栗きんとんでもなくって、ふむーん、ぐぐぐぐぐ。思い出したぞー、だって。クリスチーヌくん、考古学の授業を受けていた。3年生のクリスチーヌです。もちろん覚えておるとも。わしは物覚えが良い方でな。いやいや、君は実に優秀な生徒だった。そして君の後ろにおる男だが、確か、マリオですよ、マリオ、あの有名な。いやー、すまんすまん、研究ばかりしておるから世の中のことにはとんと疎くての。ところでそんな君たちが一体何の用でこんなところに来たのかね。このゴロツキタウンにあるという伝説の宝について教えてほしいんです。フランクリ先生なら何か知っていると思って。おお、もちろん知っておるとも。わしがゴロツキタウンに来たのもそれを研究するためだからの。しかし君はなぜ伝説の宝について知りたいのかね。ただのおとぎ話だと言われておるのは知っておるだろう。伝説の中の真実を見つけ出すのが考古学者の使命だと思っています。私は伝説の宝は本当にあると信じています。だから見つけ出したいんです。なかなか良い答えだ。なればわしもできる限り君に協力しよう。まずそもそも伝説の宝とは一体何なのか。使い切れないほどの財宝とも言われておるし、またある本には魔法のアイテムだとも書かれておる。はたまた宝の正体は怪物だとか、いやいや宝の箱は空っぽだとか、要するにどれもこれもバラバラで、どの情報が正しいのか全く見当がつかない、つかんのだよ。しかし伝説の宝を入手するために必要なものは分かっておるぞ。スターストーンだ。スターストーン。7つのスターストーンを集めると宝へつながる千年の扉が開かれる。すごそう、なんか
ね。この言い伝えによると伝説の宝を手に入れるためにはまず7つのスターストーンを集めなければならんようだ。うん。私が調べた宝にまつわる文献にはこう書かれていました。千年の扉の前で魔法の地図を掲げれば星の導き、星の石のありかを照らす。うん。この星の石ってもしかしたらそのスターストーンのことでしょうか。おそらくそうだろう。そしてその千年の扉はどうやらこの町の地下にあるようなのだ。だが肝心な魔法の地図がないのだよ。それさえあれば。あるじゃん。持ってる持ってる。持ってますとも。なにほほほほ、すごいテロップがかわいい。君ちょっと見せてくれんかね。これです。確かに本物だ。本物の魔法のチームだ。かわいい。喜んでる。素晴らしいぞ君。グレートワンダフルエクセレントこの地図を千年の扉の前で掲げればスターストーンのありかがわかるはずだ。はい先生。そうとわかればこうしちゃおれん。クリスチーヌくん、マリオくん、早速この魔法の地図を持って千年の扉へ向かおうぞ。うん、ダッシュだダッシュ。町の近いの行き方はわしに任せておきたまえ。さっきのあれだよ絶対。私がちょっと一瞬見たやつ覚えてますか。あのハンカチでさ外せるようになっておっての。お、違ったかも。これか。なんだ、土管か。さあさあ早く来たまえ。はい、そうだマリオくん、この先には柄の悪い奴らが結構いるからな。心していかねばならん。ここでバトルの基本となるアクションコマンドの練習をしておいてはどうかね。はい、ならばちょいとアクションコマンドの練習をしておこう。今のところ B ボタンのハンマーしかわからないんですけど、ハンマー以外にあるんですかね。ジャンプのアクションコマンドさっきやったけどね。ジャンプで敵を踏む瞬間に A を押せ。これねさっきうまくいかなかったよ。あ、今の遅いって。あー、難しいな。うん、攻撃を受ける瞬間に A を押す。ダメだ早いガードが出なかったな。だってこれタイミングゲームなの。難しくない？私めちゃくちゃ苦手なんだけど。うわっやばい、もう一度だ。だってはい、あー、むずやばい、まだ初っ端なのに。ただし A を連打してもガードは成功しないぞ。ダメなのかよ。攻撃の種類によっていろいろあるからの。ハンマーのアクションコマンドを練習するとしよう。ハンマーのコマンド選んで L を左に引いて星が光った時に離せ。 L を左に、おお、マイチかな。もっとすごいテクニックを。だって今度は B を押すのだ。だってはやいってやばい、むずい。もう一度攻撃しなさい。だって遅いギリギリね、ギリギリのタイミングでね。はい、頑張ります。はい、お早い早い、はい、頑張ります。はい、
トン。受ける瞬間に B を押すのだ。よし、今押したよ。スーパーガード成功だ。相手の攻撃を跳ね返しただろ。これがスーパーガード。うん、 B のスーパーガードが決まれば自分がダメージを受けず、おまけに敵にダメージを与えられる。しかし A のガードよりもタイミングが難しいから、うまく使い分けることが必要だ。ってことはきっと使わない使わないんじゃなくて使えない。難しかったよ今。やめよ、もう本番にかけます。本番にね、かけましょう。うん、ちょっとねお水を飲みました。よいしょ。これで、ね、準備はバッチリだわい。では地下へ向かうとしよう。土管の上で A を押すと中に入ることができるぞい。よいしょ。見た？今くるくる回って入ってったよ。めちゃくちゃ可愛いんだけど。おセーブしとこう。セーブ。あれあれあれ、よいしょセーブ完了。これはこっちに行くの？どっちに行くんだろう。あ、こっちは特にあっち側に行けない。あ、行けた。おー、入れる。離す。あーんだって。よく来ましたね、マリオ。え、どういうこと、どういうこと。私は美しき占い師ミステールと申す者。あなたが求める探し物を華麗に占い見つけることが私の高貴な務め。なるほどね、占い師なのか。次に進む道、星のかけら、社員やっぱりやめる。なるほどね。あーそうですか。だってふーん、迷子になったら来ればいいのかな。じゃあ何か、これアイテムじゃない？違うか。あ、なんか拾ったよ。よいしょ。特になさそうだな。よし、じゃあちょ、自信ないな自信ないな。そういえば私ゲーム下手くそなんだった。えい登れない。その上に乗りたいな。加速ってあるの？よいしょ。あれ、もうちょっと手前かな。あ、これは違う違う、私が悪い。これね、奥のあそこにくっついてるんだ。ようよう兄ちゃん、かわいい姉ちゃんを連れているじゃねえか。うん、あ、悪いキノコたちが来ました。偉そうなヒゲ親父たち、ちょっと顔を貸せよ。かわいい姉ちゃんの前で恥をかかせてやるぜ。めちゃくちゃなんかもう絵に描いたような絡みが来ました。かわいいだなんて正直な人たちね。ちょっとまんざらでもない感じね。でもあなたたちみたいなタイプ私大っ嫌いなの。さっさとどいてくれないかしら。ムキふざけやがって。めちゃくちゃ怒ってる。ここでじゃあバトル、あ、バトルのたんびにここの舞台でやるんですね。クリボーにトゲクリボー、おまけにパタクリボーとクリボー一族の勢ぞろいだ。おじいちゃんは解説してくれる役割があるのか。踏むとダメージを受ける。じゃあどうしたらいいんだ。トンカチでやるしかないのか。ジャンプで攻撃する。なるほど、相手に合わせて攻撃方法を考えながら戦うのだ。そんなに頭が働くかな。おい忘れておった。 Y で君たちが攻撃する順番を変えられるぞ。なるほど、そんなこともできるのか。あ、こうやってね。じゃあ急いではちゃめちゃにやんなくてもいいのか。うん、はい。よいしょ。頭突き。あ、これ自分でこのクリスチーヌも私が操作するのね。あ、遅いって。
早いって。両方私2人分やるのか、めっちゃ大変じゃん。うんうん、倒した倒した。うん、いらないかな。あ、頭突き遅いって、遅いやばい、ずっと遅い。ハンマーで、よいしょ。よかったのかなこれでいや、なんかガードむずい。ガードのタイミングがむずかったな。ふん、いい君。よいかね、マリオくん。この先にもああいうやつらがいっぱい追って君たちを見つけたら襲ってくるであろう。そんな時、フィールドにいる敵をジャンプやハンマーでうまく攻撃できれば、バトルに入った時に先制攻撃ができる。敵を見つけたらすかさずガツンと決めてるがよいぞ。なるほどね。あ、あっち側に行きたいけど、多分これ土管に、土管にどっかで土管して入って、どうすんのこれ。これは一体どうするんだろう。あ、こういうの登ったりして越えるの。あ、こっちから行けたりするのか。おう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 おおお、すごい。ほっ、どっから出るんだろう。ん、また違うところに出ました。今ね、自分からぶつかってみましたよ。さあどうだ。ジャンプで、うん、1食らった。頭突き、今決まったんじゃない。あ、ガード、よし、今決まったね。何これ。あっていうか、なんか私元気ないなって思ったけど、あれなんだね、もうやられそうだからあれなんだ。ちょっと元気ない感じなんだ。スターポイントゲット。これどっかで回復したいね。どうやって回復すんだっけ。これもうやられちゃうもんね。持ち物、アイテムとかもないし、一回戻るか。これさ、だって回復しないと、もう1しかなかったから、多分普通にゲームオーバーになっちゃいそう。一回戻ろう。ちょっとね、博士に申し訳ないけど。で、宿屋で休んでいこう。宿屋ありましたよね、宿屋。ここでちょっと回復していこう。よいしょ。あれ、回復できるって言ってなかった？この木のこと話すのかな。5コインだって、止まる。あ、すごいすごい。
ペラッと入った、かわいい、この休み方かわいいね。はい、元気でいってらっしゃい。お、回復しました。じゃあ行きましょう。どうしよう、アイテムって買っとくべき？ちょっと迷うね。アイテムを買うべきか迷います。キノコはこれは食べたら元気が出る、 FP、HP、 すっきりする、毒を回復、ダメージを3与える。なるほど、これ買っとこうか。ショップポイントはお客様が商品を1つ買うたびに1ポイント最大300ポイントも貯まります。へえ、じゃあいっぱい買えば買うほどいいのか。いいえ。はい、へえ、とりあえず3人分買っとこうかな。はい、ありがとう。よし、じゃあこれで行きましょう。もう一回ね、体力も満タンになったし、これでさっきよりも先には進めるんじゃない？あのね、私はね、ガードが苦手ですね、ガード。まあでも、じゃあかといって攻撃がね、全部ベリーナイスなタイミングだったかと言われるとそうでもなかったな。難しかった。よいしょ、とりあえず道分かったからこっち側にね、これが来たら、よいしょよいしょ、しょっ、いいね、この土管に入るときにさ、みんなが吸い込まれていくのがすごいかわいい。またさっきと同じのいるじゃん。あ、先制攻撃成功だって。なるほどね、今のがちょっと得だったのか。いいね、そういうことね。いい感じ。ジャンプでこれも、よし、え、めっちゃいいじゃん。今結構良かったね。なるほどね、そうやってやっていくのね。これは、うん、先制攻撃成功。今のめっちゃ良かったんじゃない？あいつはね、踏んじゃうあれなんで、これでいきましょう。よいしょ、あー、順調順調、なんか急に順調になってきました。うん、よいしょ、コインもね、集めて。ん？あいつ、ハンマーでやるのしかいいかな。よし、おお、なんかちょっとさ、罪悪感があるな。よいしょ、ね、あやつもハンマーでいきましょう。えい、そうね、ハンマーの方が簡単に感じるな。よしよしよし、お、キノコをゲットだぜ。だってこうやってアイテムをゲットするパターンもあるのか、いいですね。あ、見て、このほら、裏側に扉がある。いつか行けるのかな。あ、壊していけた。よいしょ、なるほど、そういうルートもあるのか。
ん、これなんだ、敵？あ、逃げられた。なんだったんだ。ん、あの上に鍵がある。あ、先制攻撃を受けてしまった。やばい。ハンマーでいけんのこれ。お、ハンマーで倒せる。頭突きがいいかな。うん、あ、早い。めっちゃ早いじゃないか。めちゃくちゃ早い。めちゃくちゃ早いぞ。これはこっちとか。もったいないかな、なんかもったいないことをしちゃった気がする。倒した、倒せたけど、なんかちょっともったいなかった気がする。フラワーを使っちゃうのは。なるほどね。うーん、ん、なんかこれ仕掛けがあるぞ。でもちょっと強くなりたいから、こいつも、よし、こいつも倒しましょう。よいしょ、ハンマーで、えい、うん、頭突きで、よし、次攻撃来るぞ。よし、おお、今よかった。来るか、来ない、えいもうなんかちょっと慣れてきた。ちょっとね、ちょっとだけはい、イエーイ。なんか違うのもゲットした気がする。これはデカ黄色ブロックよ。今持ってるハンマーでは壊せない。何、強力なハンマーがこの先手に入るんですか。すごい。とりあえずここではこれが使えそうだね。おお、隠されていたものが出てきた。よいしょよいしょ。あれ、これさ、下どうなってたっけ。あー、ダメじゃんもうちょっと奥だった。もうちょっと手前ね。はい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 、よいしょよいしょ。ここね、えい、とても怪しい黒い鍵だって。でもどっかで使えそうだよね。じゃあこの鍵を持って、多分このエリアはこの階段の奥のあそこだね。あそこの通路を通ってしか行く場所がなさそう。ん？え、絶対今の鍵これじゃん。なんだ？お主、わしの声が聞こえるのか。うん、伝説の勇者だな。だって敵かと思った。わしの声が聞こえるものなど伝説の勇者以外にありえないのだよ。実はわしは昔、悪い魔物に呪いをかけられてこの箱に閉じ込められてしまったのだ。それ以来ずっとわしはここで勇者がやってくるのを待っていたのだよ。ところでお主、こんなところに何の用があって来たのだね。むむ、この箱の言っていることが本当に信用できるか怪しいもんだの。やっぱ敵っぽいよね。黒いし、なんかちょっとさ、こう仲間感はあんまりないよね。うん、スターストーンを探しているのか。確かにネタバレしてしまった。うん、鍵ね。うん、近くにあるだろ。あ、それ今拾ったやつです。うん、すでに鍵を見つけてくれたのか。かたじけない。これ絶対もうね、使うしかないよね。お、ありがとう。なんてな、だって、あ、やっぱり悪いやつだった。あー、いやー、だって悪そうだなと思ったもん。うん、まんまと騙されおったな。誰がお前らなんかを助けてやるか。
うん、お前に恐ろしい恐ろしい呪いをかけてくれるわ。そりゃ呪われろー呪文とかじゃない、なんかシンプルだったよ、すごい呪文が。呪われろよく聞け、これからのお前はある場所で Y を押すとなんと紙飛行機になってしまう。びっくりしたか、お前はこれからその呪いを背負って生きていかねばならんのだ。なんて恐ろしい。あ、まあでもちょっとだけかわいそうだから、もしもの時にどうしたらいいのか教えといてやる。めちゃくちゃ親切だ。いいか、このような飛行機パネルに乗ったら呪いの証に床が光るようになったぞ。さっき通ったね、このマークのやつ、鍵のところにあった。よし、乗っているな。そこで Y を押してみろ。紙飛行機になってしまうぞ。あ、飛行機になった。 L の前後で紙飛行機をコントロールできるぞ。お手本中だって。 L を倒すと進む方向と反対に L を倒すと紙飛行機が上がる。なるほど、難しそう。 L を倒しっぱなしにしていても紙飛行機は徐々に下がっていくし前にも進まない。紙飛行機が上がったら L を戻す。これをタイミングよく繰り返す。なんて難しいんだ、なんて難しい。できるかな私。うん、よいしょ。ほんとだ、落ちちゃう。これ今私がね操作してます。落ちてる落ちてる。オッケーなんだ今の。今の大丈夫そうですか。飛ぶのをやめたくなったら B を押すと元に戻れる。なんと、なんか親切な呪いだ。わかりましためちゃくちゃ仕様を教えてくれるし、なんなら戻れるし。ちょっと憎めないやつだったな今のやつ。結局何だったのかしら。あの任天堂さんですね。はい、ではさっきの紙飛行機のところに行ってみましょう。ここですね。本当に、おうおうおう、落ちたー先ほどの怪しいやつが言っておったな。L の前後で紙飛行機のコントロールができると。とにかく飛ぶためにうまく紙飛行機を操作せねばならんようだ。もう一度チャレンジしよう。見ました、今のファーストフライン。もうめちゃくちゃ下手くそでしたよ。前後ね。どうやら進む方向と反対に L を倒すと紙飛行機がめちゃくちゃアドバイスしてくれる。倒しっぱなしだと落ちちゃうのね。分かった、もう一回やってみる。遠いよ、やり直すのには、やり直すのには遠い。よいしょ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 。進むのと反対側ね。はい、え、進む方向と反対にでしょ。上がるようだ。倒しっぱなしだと落ちてしまう。なるほど、はいはいはい。むずい。どうやら進む方向と反対が、いや分かった分かった。超むずいむずいむずい、やばい、飛行機やばい。飛行機やばい。ちょっと待って、もう一回ね。はいはい、進む方と反対ね。はいはいはい。あれ、ダメじゃん。ちょっともう一回ね。お、ちょっと登れました。でも感覚をつかめたかって言われるとそうでもなかったです。全然むずくない？どういうリズムでやるのあれ。すごいむずかった今。
マリオくん、クリスチーヌくん、あれを見たまえ。しかもなんかね、やっぱ成功したからみんなスンってついてきてくれたけど、できてなかったよ今。あれが千年の扉か、実にすんばらしい。まあ慣れるでしょう。うん、やはり伝説は本当だったのだ。さあもっと近くに行こう。確かにちょっといかにも私が千年の扉ですっていう感じの、ここでいいのか。はあ、何か踏んでしまった。ん？やばい、怖い。ついに 3D になる時がそんなことない。地図をねかざして、さあどうなる。すんごい光ってる。ん？なんだなんだ、これはあれだ、普通のいつものマリオにあるやつと同じ、今ここにいるようなやつ。あ、違うか。魔法の地図にスターストーンのありかが書き記された。うん、さらにマリオはスペシャル技元気元気を使えるようになった。どういう技だ、どんな技なんだ。元気元気先生、地図が、それにこれ。うむむ、どうやらスターストーンのありかに関する情報のようだの。そして今の輝き、マリオくんの体に不思議な力が宿ったようにも見えたが、そうです、元気元気を覚えました。ともかく一旦わしの家に戻って地図を調べてみることにしようぞ。おいえおいえふ戻ってきました。ふむ、なるほど。うん、わかったんですか先生。もちろんだと思う君。まずは先ほどの魔法の地図とスターストーンだが、すごいぞ君たち。この地図は、地図はレーダーのようになっておって、スターストーンがある場所を示してくれておる。そしてこれによると、一つ目のスターストーンはドラドラ平原にあるということだ。ドラドラ平原？ギリギリな名前じゃないのかこれは。平気なのか。ドラドラ平原というのは、ゴロツキタウンのはるか東のドラドラ地方にある平原だ。実を言うとな、わしも以前からあそこは怪しいと思っておったのだ。お宝のことが書かれていた本にドラドラ地方という地名がたびたび出てきておったからな。そのドラドラ平原へはどうやって行ったらいいのでしょうか。確かこの町の地下にドラドラ平原につながる土管があったはずだ。それを使えば一気に行けるだろう。さっきのなんか使わなかった土管なのかな。どうやって手に入れたのかね。だってピーチ姫がくれましたと。うん、あ、それですそれですその方です。やはり、うん、実はこの間そのピーチ姫がわしのところに来たのだよ。この町の宝のことを知りたいとな。ピーチ姫、やっぱり先に、私よりも先に宝を。もしかしたら彼女は一人でスターストーンを探しに向かったのかもしれんな。なんと先に行ってしまったと。妙な連中がスターストーンのことを嗅ぎ回ってるのも気になります。ピーチ姫がそやつらと何か関わったことも考えられるな。よし、君たちは早速ドラドラ平原へ向かうのだ。今はスターストーンを追うことがピーチ姫の手がかりをつかむたった一つの手段でもあるからな。先生は行かないのですか。わしは町でピーチ姫やその怪しげな連中のことを聞いて回ることにしよう。一緒に来てくんないのか。うん、さあ行きましょうマリオ、頑張るのだぞ。ちょいとそこまで見送ろうかのついてきてくれる開ける。そうだマリオくん、一つ言い忘れてたことがあったわい。
先ほど地図を掲げた時にマリオくんに宿った光だが、どうやらマリオくんはスペシャル技を使えるようになったらしい。スペシャル技？あ、さっきのすごいすごいだっけ。はい、練習しとこ。まずスターパワーのゲージをよく見たまえ。それだ、ゲージに弾が1個あるが、それは1パワー分であることを意味している。つまり君は今1パワー分のスターパワーを持っているのだ。スターパワーがあればスペシャル技を使うことができる。早速 HP と FP が回復するスペシャル技、元気元気、あ、元気元気ね、使ってみたまえ。すごいすごいじゃなかった。これか、元気元気。 L を左に何度も弾いてハートやフラワーを打て。どうやってやるんだ。ああ、こうやってね、すんごい弾いてるよ今。射撃ってこと？これ。あ、取れた分だけもらえるのかな。おお、回復した。1パワー分使ったからスターパワーが空っぽになったぞ。スターパワーは空っぽになってもまた貯めることができる。ありがたいですね。そこでこの観客たちが重要になるのだ。あ、オーディエンスがいる。へえ。観客たちを喜ばすことができればスターパワーを貯めることができる。そうなんだ。わしを攻撃したまえ。おじいちゃん攻撃してこの人たち喜ぶんですか。なんか悪くない？えい。おお。あ、プロレスみたいな感じね。喜んでおらんだって。アクションコマンドを成功させるのだ。ハンマーでいきますね。おお、なんかプロレスだ感じだね。すごいナイスだ。観客が喜んだからスターパワーが少し溜まったぞ。すごい、この博士すごいな。食らってナイスじゃあ、溜まってく溜まってく。ダメだ、アクションコマンド成功させないと。今の失敗か。観客減っちゃうのね。気をつけよう。えい。どうだ。ああ、ちょっとね、たまった。あ、戻ってきた。どんどんスターパワーが溜まってくる。ここを見るとわかる。あ、ほんとだ。10って書いてある。よし。今どう？まだまだ頑張りたまえだって。なかなかうまくいきませんね。よいしょ。あ、今行かなかった、うまく。よし、もう一回。今いいんじゃない？ダメか。なんでだ？やっぱまだ練習が必要だな。えい！おー、ちょっと溜まった。たくさん貯められる。ちなみにアピールをしてもスターパワーを貯めることができるぞ。しっかり覚えておくのだ。スペシャル技の説明はこれでおしまいだ。アピールってどうやってやるんだろう。ちょっとポーズ取ったりみたいなやつ、あのマッチョの人たちがやるやつお、ガツン殴りのバッジをゲットだ。強い力で敵を殴る。それはバッジというなかなか役に立つ代物でな。例えばそのバッジの場合、装備すると敵に大ダメージを与える技を使えるようになる。へえ。ここで大事なのはバッジは装備をして初めて効果が発揮されるということだ。バッジの付け方と外し方を練習しておくかね。はい。プラスボタンを押してメニュー画面を開いてください。ZR を押してバッジメニューに移動してください。おお。バッジをつけるには BP を使います。
このバッジの場合 BP を1使います。 A を押してバッジを押してね。 BP を1使ってバッジをつけました。つけたバッジをもう一度 A を押すと外すことができます。ふーん、なるほどね。持ち物、仲間、あー、これ私ね。はいはい、 OK。 ガツンなグリの技を使うには FP が必要になる。バトルでは HP だけでなく FP にも気を配らねばならん。分かったかの？はい、大丈夫かな。旅不安になってきたな。めちゃめちゃ不安なんですけど。土管を探すのか。それで言うと、まずお店に行ってコンタクトレンズが入荷してないか。入荷してなかった。入荷してませんでした。土管でしょ。どこかにあったっけ。あ、なんかピコンって言った。コインが意図せず集まる時もあるんですね。そうそう、こういうのねゲットできないもんな。まだこっち側はいけないもんね。こっちに行きます。いやでもここ入り口だもんな。やっぱりさっきの地下の方に、地下って言ってたもんね。地下に入って探すしかないかな。地下、こっちに行ってみるか。ここは、おうおうおう、よそ者だなおめえ。通りたければ10コイン払いな。だってやっつけよう。え、大丈夫かな、心配。勝てるかな。喧嘩をふっかけてしまった自分から。ハンマーで行きましょう。よし、行くよー。あたしの得意技、えいとね、頭突きで、いや頭突きは得意じゃないんだよな。よいしょ、ダメだ、やばい、やられてしまう。お、ガードしました。あ、食らったよ。ガードできてないよ。食らっちゃったよー。やっぱりガードが下手だな。頭突き。ダメか。なんだろうなんだろう。やばい、負けてしまう。逃げ方まで教えてくれてる。やばい、でも逃げたくないぞ。ハンマーでもう一回戦ってみよう。もしかして結構強いこの人。ビンゴチャンスだって。お、ビンゴ、はあ、成功しました。すごい、なんかビンゴなんてものがあるんですね。ちょっと、はい、あ、ダメだ、やっぱりダメだ。タイミング合わないな、全然。これ使ってみる？えい！全然やられないぞ。ちょっとね、頭突き、敵に当たる瞬間に A を押せ。はい。ダメか。むずいむずい。難しいんですけども。
うん、えい、まあ上手くなっていくと信じたいな。よいしょ、続き、敵に当たる瞬間、えい、どう、むずいむずいむずい、やばい、やっぱまだだったかな、やっぱりまだだった、お金払った方が良かったかな、えい、ダメか、おお、やられてしまった、あー、チャレンジした私を褒めてやられたいきなりゲームオーバーになってる、直前からやり直す、直前からやり直す、じゃあもう負けちゃいそうなところってこと、あ、ここね、通るか通らないかっていう、こっち側は、でもそこの主、バトルとは何たるかを知りたくないかね、うん、やっぱりでもちょっとで練習してもいいかな、アクションコマンドの終了、ちょっとね確認ね、なんかジャンプの瞬間がね、技の終了始める、ねトンカチは平気なんだ、これが知りたい、遅いんだ、アクロバットタイミングでアイコンが表示されるぞ、だって遅い、アクロバットタイミングでアイコンが表示されるだって、遅いのか、まだ遅い遅い遅い、ん？遅いのか、え、どうしよう、むずい、やばい、え？あ、今のは？今、前にやったけど、踏む瞬間でしょ？に、A を押すんでしょ？えい！ダメか、ストークの遅いのか、アクロバットタイミングでアイコンが表示される、うーん、遅い、もっと早く、はい、ダメか、なんだろう、物知り確認、違うな、マリオが飛び出した瞬間に押してみますか、はい、遅い遅いのか、むず、え、ちょっと遠くのやつにやってみようかな、遅い、また遅いと言われてしまった、 A でしょ、 A ボタン押してますよ、このボタンじゃないのかな、もう一回ちょっと、遠くのやつにしてみよう、押す、遅いだって、もしかして早いのかな、私今連続で押せないって言ってたもんね、遅い、ダメだ、もう一回、あ、今の、うんうん、踏む瞬間ね、遅いんだって、早いんだって、じゃあ遅い、今のは遅かったかも、お、今の、今のは平気、もう一回、遅い、踏む瞬間ね、えい、
あー、今ちょっと瞬間って感じだった。こっちはナイス、バッチリ。でも今遅いって言われたね。なんだ、早いとか遅いとかめっちゃ言われるな。ナイス、遅いだってあ、2回攻撃できるってこと。あ、早い、なるほどね。遅い、うん、もう一回バッチリ。おお、今ちょっと嬉しい。なるほどね、遅い、これは遅い。超むずい、シビアじゃない判定が。えい、遅い。あーね、むーつ。ちょっと待って、もう一回。えい、遅い。えい、えい、遅いのか。もう一回ぐらい成功したいの。えい、えい、遅い。もう一回、もう一回、ちょっとね。えい、えい、はーい、むずくない？マジで？マジか、むずい。もう一回、これ成功しないとこの先困っちゃう。まあ、うまくなると信じようかな。えい、一回はね、成功するようになってきた。ちゃんちゃん、今、トントンって風に押してるの。トントンかな。トントン。おお、カレーだ、だって。やっぱトントンだ。もう一回やってみよう。トントン。あ、違う。トントン。おお、ほら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 。ちょっとこいつで。トントン。おお、いいね。じゃあちょっと遅いんだ、私。トントン。あ、遅いって。トントン。いい感じ、いい感じ。じゃあ、ちょっとガードを。ガードをね、ちょっともう一回練習したい。ガード。うん。ガードね。はい。食らった。あ、バッチリだって。あ、瞬間なんだ。あ、食らった。遅いんだ。難しい。もうぶつかるって時にやるんだね。スーパーガードもしたい。あ、スーパーガードは B だね。よいしょ。あー、早いか。えい、おお、決まった。まあやっぱじゃあこれはタイミングなんだね。はい、わかりました。まあ今後にね、生かしていきましょうはい、さて、ゴロツキタウンの東エリアよ。お金払って入ってみよう。10で払います。こっちに土管があるといいなと思うんですけど、ないかな。ただいま留守にしていますだって。え、マジ今払い損じゃ。これしかできない。やばい、すっごい無駄にしてしまった。いいことないって。開いてないじゃないか、払い損だ。出して。ダメでしたね。うん、見つかんないじゃん全然。一回セーブしとこう。まあでも区切りいいから、この後なんかまたちょっと一悶着ありそうだもんね。ドラドラ平原に行くんでしょ。なので今日はここで終わりにしようかな。まあ旅の始まりということではい、ということで皆さん、ペーパーマリオ
いかがでしたでしょうか。はい、私はですね、初めてペーパーマリオというものに触れているのですが、難しいね、あの操作のタイミングが、もうタイミングゲーがめちゃくちゃ難しいなと思って、もう恐怖におののいておりますが、うん、RPG ってね、タイトルにもあるので、まあ今日みたいな感じでこういろんな人と話しながらストーリーを進めていくのかなって思うと、まあそういうゲーム結構好きなので楽しみです。はい、うん、ということで皆さん、では引き続きペーパーマリオシリーズごゆっくりお待ちくださいまし。ではありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバーイ。